40年後の姿です。だって20年以上経ってる木ですけど、大きくすれば全然このくらいの背の高さになりますもんね。まあ、あなた次第ですって感じですね。本当にきつすぎずまた緩すぎず、これが傷になりますので、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。楽しみができる、いっぱいになりますね。そうですね、めちゃくちゃ参考になりました。このもみじって最初のああいう苗のものから、はいはい、こういった長いもの、例えばこういう小さいものから、はいはいはい、これも同じような木ですけど、そうですね、はい、これも同じような木なんですけど、こういったサイズのものを売ってて、うん、はい、結局このぐらいのものになってくると、はい、針金掛け、そうですね、がやっていく作業かなっていう、はい、これだとあまりにもまっすぐすぎて、やっぱりある程度、うん、模様、例えばここへ針金かけたんですけど、はいはい、多少模様をつけて、いわゆる模様木っていう樹形になるんですけど、模様をつけないとあまりにもまっすぐすぎると盆栽らしくないので、そうですね、はい、だからこういうまっすぐな木は針金をかけて、はい、盆栽作りに、まあ本当の基本ですけどね、うん、これがね、うん、山の渓谷、はい、川の崖みたいなところに、はいはい、例えばこういう下がってるような、下がってるやつですね、うん、はい、まあ、県外って言うんですけど、まあ、県外作り、はい、例えばですね、これ下に模様がちょこっとありますよね、はい、はい、だからこれを植え方でちょっとこういう具合にして、これを模様を取って県外作りにしてもそれはできます、うん、なるほど、うん、ただ普通はこういう立てた普通の模様木盆栽として作った方がいい、はい、が普通ですね。県外に向いてる木と向いてない木があるみたいな、それはありますね、うん、はいはい、極端にこれがもっとくにゃっと曲がってるような木でしたら、はいはい、県外作りの方がいいかもしれませんけど、うん、はい、じゃあ実際に、はいはい、じゃあやりましょうか。お願いします、はい、まあ、太い針金で、はい、1本でかけてもいいんですけど、はい、新たに曲を模様をつけるのは1段落とした、はい、細い針金で、うん、2本巻いた方がより模様を取りやすいし、はいはい、幹自体が折れにくいです。へー、うん、はい、最初に土に刺して、そうですね、この針金を固定しとかないと、はい、はい、ですから土に刺して、普通にぐるぐる巻いていけばいいんです。そうですね、でこの絵がきつすぎずまたゆるすぎずっていう巻き方ですね。場所によっては隙間が見えてるところもあります、はいはい、だからこれ最初慣れないと針金を巻いた時点で幹に傷つけてしまう時があるんですよね、慣れないと、きつすぎて、そう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 、で2本目をそう、このちょうど中間へ巻いていくんです。あ、はい、なるほど、ちょっと最初これ汚く見えるかもしれませんけど、すぐ約1ヶ月もすれば外しちゃうんで、はいはい、あ、そんなもんなんですね。そうです、1ヶ月くらいで形がつくってことですか。そうですね、っていうか今の時期ですとちょっとそんなに太りはもう、はいはい、太らないんですけど、もう少し5月6月頃ですと1ヶ月ぐらいで、はい、すぐ太って食い込んじゃうので、食い込んだらもう効いても効かなく、針金がね、効いても効かなくも外さないといけないです。なるほど、はい、いわゆる傷がねついちゃうと致命傷なので、傷をつけないっていうことが、それはもみじに限りって感じですか。いえいえ、もう臓器全般です。臓器全般、うん、1ヶ月ぐらいで外しちゃう、食い込んできたらね、あ、はい、食い込まなければ、はい、そのままでも大丈夫。そうです、なるほど。そしたらば一応これこの針金を巻いてある方向にちょっとねじるような感じ、はい、なるほど、うん、ちょっと最初のあれ、で一気に曲げないように、だんだん徐々に徐々に曲げていって、はい、特にこういう幹が太いところ、はい、うん、細いところは1回でも大丈夫ですけど、うん、だんだんにこう
癖をつけながらしていく、はい、今これ正面ここですけど、はい、こんな感じにね模様をつけるとより一層もみじらしい柔らかさが出たと思うんですよね。だから一応基本がこんな感じで、なるほど、はい、枝を作っていく。もみじがある程度の大きさになったらこのぐらいに。そうですね。じゃあこの後ってどうなっ、ね、育って、あとは上に伸びていくじゃないですか。そうですから、あのもうこれ以上大きくしたくなければ、はい、来年このまた芽がこれ出ますので、はい、そしたらば芽摘みをするんです。芽が出てきたらば最初の下葉だけ残して、はい、真ん中の芯を抜いてあげるんです。あの取っちゃうんですよ。やるとそれ以上は伸びない。もうそれで止まっちゃいます。で下の方はまだあの少し長く伸ばしてあげたいので、はいはい、そのまんま芽摘みをしないで、はいはい、上の方はもうこれ以上大きくしたくなければ、うん、あのここでもう芽摘みをしちゃう。なるほど、はい、でここの枝もこれ以上大きくしたくなければまた芽摘み、うん、先端だけ、奥の方はまだいいでしょうけど、この先端だけは早めに芽摘みをする、うん、で上を細くして下を厚みをつけていくような、そうです、ね、形に次はこれをしていくっていう感じです、はいはい、だから自然の木でも下の方の枝ほど太くて、うん、上行くに従って細くて柔らかい樹形になると思うんですよね、はいはい、枝なんかも。だからそのようにもう、うん、下はまだこの幹にの太さに合わせて、はい、もうこれなんかまだ細いですけど、もう少し太く、した方がいいと思うんですよね。なるほど、はい、まあ一応あの基本的なあれは最初の段階はこのぐらいでしょうかね。ここもう食い込んでるんですよね。うーん、もう2ヶ月ぐらい経ちますけど、針金かけて2ヶ月、うん、そう2ヶ月も経ってないかもしれないですけど、はい、もうここ食い込み始めてるんですよ。あの針金を外していくと分かると思います。はいはい、はい、じゃあこれみんな外しますね。もうおそらく模様っていうか癖はついてると思います。うん、もうこの辺はそのまんま動いてないですね。そうですね。あ、確かに食い込んでるな。食い込んじゃうとあの傷として残っちゃうんで、はいはいはい、できるだけ早く食い込みかけたら外してあげると、これが傷になりますので、はい、うん、まあ太ればもっとこれが倍ぐらいに太ればね、この傷も、はい、あの目立たなくなってきちゃいますけど、はい、ただそれまでちょっと時間かかりますけど、あ、うん、ちゃんと形も、そうですね、うん、一応多分、うん、この辺こちら、これは大きくしていくんですか。いや、もうこのくらいで止めていきます。もう上はね、使い道としては寄せ植えとかに使ってくるってこと。いや、普通の模様木として、模様木1本、うん、あの単管で見られる、うん、1本で見られる、はい、この先の完成図みたいなのは最初に考えて作ってるわけじゃないですか、うんうん、はい、これをだから、普通の盆栽、将来の姿っていうと、はい、それは何十年先ですけど、何十年先、何十年か先になりますよ。40年後、うん、これそうですね、40年ぐらい経ってますな。うちの未生の木です。40年後の姿です。これが40年後。はい、さっきのやつを、はい、作り込んでいって、はい、40年。そうですね、すごいな。頑張りました。種からってことですね。そうです、頑張りましょう。でも結局趣味として続けてればあれがこれになるですもんね。なっちゃうんですよね。なっちゃう、うん、そう、だ、いや、そう考えると40年しかもね、もっと増えてるでしょうしね、40年やってれば、こういう形を目指して作っていくと。そうです。いう形ですね。逆にもうちょっと背の低いものであれば、
もう少し早めに形になってくるというか、10年ぐらいで、ほぼ本当に見られる、木にできますよ。まあ、10年経たなくても1年目2年目でも結局楽しめる。そう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 、そで形が変わっていくのを、形が変わりますからね、想像して楽しんでいくみたいな、はいはい、これもね、同じモミジですけど、こんな小さくても、はい、種から育てて20年以上経ってる木ですけど、種から育てて20年、うん、でこの大きさ、はい、大きくしないように、作ればねっていう楽しみ方もできるんですね。そうそうそう、大きくすれば全然このくらいの背の高さになりますもんね。そうです、だから手のひらに乗るようなね、乗るサイズに、うん、そうそうもできると。そうです、まあ、あなた次第ですって感じですね。そうです、本当に。そうです、幹太、幹結構太いですよ。20年でこのくらいの太さか、今ちょっと濡れてますけど、黒くて濡れてるんですけど、はい、結構もう真っ白ですからね。黒くなると白くなるんですよ。はいはい、はい、面白いですね、こう見ていくと。まあ大きいのが好きか小さいのが好きか、僕結構小さいの好きなんで、はい、そういうのがいいですね。だから商品を作る場合はこういうまっすぐな木じゃダメなんですよね、立ち上がりが、はいはい、ちょっとちらっと説明しましたけど、こういうふうにね、根元がちょっと曲がってるような木でないと商品作りには向かないですね。ちょうどこの模様がこれ利用できるんですよね。なるほど、映像で分かるか分かりませんけど、 ここにもっと葉っぱがあった跡なんですよね。この節見えますか、ね、はい、でここで切っちゃうんですね、この節のところで、筋のあるところで。そうするとここから芽が吹いてくれるんですよ。はいはい、で小さく作ると、はい、切っちゃってってことですか。そうです。へ、だから最初からある程度の大きさにしちゃうと、もうそれ以上縮まんないんですよね、はいはい、大きくすることはできるんですけど、小さくはなかなかできないんですよね、はいはい、ですから商品、小さいものを作るにはできるだけこの模様のあるところの元葉っぱがあったところ、今葉っぱもないですけど、この節のところで切ってあげると、この節のところから芽が出てくる。へえ、うん、じゃあこのサイズの買ってきて、この、まあ、小さいのものを作る、だからそうですね、素材選びでも小さい木を作りたいんであれば、この下の方の模様をちゃんと見ないと、はいはい、小さいサイズはできないです。なるほど、はい、面白いな、うん、だからこういうのから比べると、もうまあ、ここまでまっすぐですよね、はい、ですからこれですとやっぱりどんなに小さく作ってもこのくらい、まあ、15センチから20センチぐらいで止まっちゃいます、はいはい、へえ、はい、やっぱり小さい木を作るんであれば、やっぱりこの下のね、一番下の模様があるのがいいですね。グイッと曲がってるやつが、そう自分の好みで、はいはい、素材を選ぶにも、うん、そういったところを見ながら、なるほど、求めた方がいいと思います、切る場所もあるっていうのがちょっと、そうです、これですよね、この節、そうです、そうです、を残すで上で切る、そう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 、逆に上も差し木できる、ああそうですね、ってことですよね、で無駄にはならない、そうちょうどここで切って、はい、そうするとここちょっと模様があるような感じで、そうですよね、だからこういう小さいまた素材ができるかもしれないですね、うん、そうですよね、うん、だから2つできるかもしれない、そう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 、ここで切れば、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか、倍ですよ倍楽しみができる倍になりますよね。そうですね、うん、めちゃくちゃ参考になりましたありがとうございます、はい。